独特のハスキーボイスと個性的なカーリーヘアで、70年代後半から80年代に数々のヒットを飛ばして、日本の音楽シーンを席巻した歌手の内藤泰子さん。しかし、その半生は歌に負けないほど波乱に満ちたものだったようです。現在は一体どうしているのか気になったので調べてみることに。1950年9月28日生まれですから、現在では72歳となった内藤泰子さん。神奈川県横浜市本牧に生まれ、生後間もなく一家は東京都板橋区で新聞販売店を始めたのです。内藤さんはもともとが浪曲師だった両親の影響で、幼少から三味線や長唄を習い、中学の3年間は二葉百合子さんに弟子入りしたものの、猛勉強して入った偏差値75の名門私立の豊島が丘女子学園高等学校も中退して、ついには家出した内藤さんはアマチュアロックバンドのボーカルとして活動。その頃はロックに目覚めてジミー・ヘンドリックスにハマっていたそうです。家出をして常に金欠状態の中、仲間と米軍キャンプやジャズ喫茶で歌っていましたが、デビュー前にレコードデビューをほのめかされて、借金して工面した60万円を騙し取られたこともあったそうです。その後24歳の時にスカウトされ、1995年に歌手デビューした曲はなんとロックではなく演歌の弟よでした。しかしあのハスキーでソウルフルな歌声はたちまち聴く者の心をつかんでブレイク。弟よはいきなり36万枚の大ヒットとなります。さらには3枚目の網陽子と宇崎竜童の作詞作曲の思い出ボロボロの発酵でやさぐれた感がまさに本人のイメージにマッチして80万枚の大ヒットとなり、日本レコード大賞などの新人賞を総なめにして大ブレイクした内藤さんですが、その翌年大きな落とし穴が待ち受けていたのです。それが当時芸能解体魔汚染と呼ばれた一大スキャンダルだったのです。元はといえば俳優の岩城浩一さんが検挙されたことから始まって、芋づるで逮捕された60人の中の一人がこともあろうに内藤さんでした。当時爆発的に売れていたことが裏目に出て、逆にマスコミの標的となる羽目に。ちなみに内藤さんが逮捕された決め手は研ナオコさんが書いた日記だったそうです。それだけでなく、実は10代から手を染めていたという話まで飛び出す始末でしたから、起訴猶予はついたものの、やさぐれ感満載なイメージの上の逮捕でしたから、完全に悪のレッテルを貼られ、このことによって芸能界から姿を消すことになった内藤さん。しかし時代に救われたというか、1984年の江戸山口作詞作曲の六本木ララバイが大ヒットしたことで奇跡的に再浮上すると、なんと念願の紅白歌合戦にその後2年連続出場して類まれなる才能を世に証明することになったのです。そんな波乱万丈の内藤さんのプライベートはというと、実は1995年に結婚していたのです。気になるその相手はというと、21歳年下の185センチの長身でまさかのオーストラリア人だったのです。年の差もですが、当時としてはかなりのインパクトだったのではないでしょうか。2人の馴れ初めはというと、日本の文化に魅せられて来日し、英会話学校の教師や牧師をしていた夫のマイケル・クリスティンソンさんが六本木のバーで偶然見かけた内藤さんに一目惚れしたことが始まりだとか。二人は2年の交際を経て結婚。新婚時代からとにかくラブラブな二人でしたが、結婚時に内藤さんが44歳だったためか、子供の情報はありません。単なる見かけ倒しではなく、
生き様そのものがロックな内藤さん。事件後に歌手として再浮上し、幸せな結婚をしたかと思いきや、またしても歌手生命のピンチを迎えます。原因は突然の病気だったといいます。2006年5月の福島でのディナーショー中に、脳出血を発症し、病院に緊急搬送された内藤さん。そもそも毎晩バーボンをボトル1本開け、1日のタバコはおよそ4箱という、どう見てもこの破天荒な習慣が原因でした。とはいえ、その生き方が内藤さんの情念にあふれる歌声を生んだと言っても過言ではないのですが、幸いにも命は取り留めたものの、再び芸能界から姿を消すことになった内藤さん。その後遺症は甚大なものだったそうです。失語症や右半身の麻痺、状況が把握できない認知障害のため、裸の上にコートを着て徘徊したり、記憶障害という後遺症が残ったのだとか、不幸か不幸か、夫の記憶だけはあったそうですが、それ以外の記憶が全くなく、自分が歌手であることすら覚えておらず、思い出したのは倒れてから、なんと5年後だったそうです。そんな中、夫の看病のもとで、懸命のリハビリ生活を送る内藤さん。右半身麻痺は間もなく回復しましたが、冷蔵庫に洋服を入れるなど、気候が目立ち、言葉もままならず、まるで赤ん坊そのものだったそうです。当初は、ただ生きているだけで精一杯だった。と振り返っていた内藤さん。ですが、5年後に夫の勧めで、発声練習をするようになって、少しずつ改善され、2016年2月の会見では、約10年ぶりに芸能活動への復帰を発表するまでになったといいます。それには、あるきっかけがあったそうです。実は、それまでもたびたび入院していたそうで、その入院費を事務所の社長が、すべて払ってくれていたそうで、その社長から、もう一回やってみるかと聞かれて、はい、やりますと思わず即答した内藤さん。世話になった人たちに、どうしても、恩返しがしたかったからだそうです。本格的に復帰を目指して4ヶ月目には、プレッシャーからのストレスもあって、胃潰瘍で入院することもありましたが、歌わなくなって10年経った2016年3月、金スマに内藤さんの姿がありました。そして、弟よ、思い出、ボロボロ、六本木ララバイを熱唱。番組では、復帰までの道のりが特集されると、たちまち音楽ランキングの上位を独占するという現象が起こったのです。40年ほども経つ昭和のヒット曲なのに、今でも心に響く彼女の歌声は素晴らしく、奇跡の復活劇は感動を巻き起こしました。そして、復帰した内藤さんに夫は、心から拍手を送りたい。周囲の人から私の歌を褒められるみたいで、鼻高だからよ。そう言ってくれたそうです。現在も右半身の麻痺と、作業が正確に発音できないなどの発語障害は残っているとはいうものの、6月には12年ぶりの新曲のあなたがいればがリリースされました。優しく支え続けてくれた夫への感謝の気持ちを込めて歌ったのは言うまでもありません。7月には渋谷の原宿クロコダイルで10年ぶりの復活記念スペシャルライブを開催。ファン100人の前で全9曲を熱唱したといいます。最後に確認できたのは、2018年正月番組の第44回歌謡祭、歌謡フェスティバルへの出演でした。それ以降の活動は不明となっているようです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？ついに不死鳥のごとく復活した内藤さん。タバコはやめれたけど、お酒はやめれないそうですが、くれぐれも体に気をつけて、これからもロックな生き様を歌で表現していただきたいと思います。陰ながら応援しています。
それではまた次回お会いしましょう。